児童養護施設の子どもたちが高崎市内でさつまいも掘りを体験しました。お世話になります。この催しは児童養護施設などの子どもに農産物の収穫から加工、さらに販売して収益を上げるまでを体験してもらおうと、障害者の施設を運営しているワークスタジオ群馬などが行っているものです。今日は高崎市内の畑でさつまいも掘りの体験が行われました。子どもたちはつるを引っ張り、土の中から長さ30センチほどに育った大きなさつまいもを取り出すと驚きの声を上げていました。収穫したさつまいもは収益を上げられるよう子どもたちが干し芋に加工します。芋を掘るのは大変だったけど、もう一回やりたい。大きいのが掘り起こせてた、嬉しかったです。子どもたちが喜んでくれて一番です。今後は来年にやっぱつないでいくのが今回のテーマなので、たくさんの児童養護施設の子どもや近所の子どもたちが参加してくれたらいいなと思います。